八代さんと初めてお会いしたのが2013年のある音楽番組での収録で、そこで初めて一緒に歌わせていただいて、でその時に八代さんがめいちゃんのためにドレスを作ってあげるっていうふうに言ってくださったんですね。で去年そのドレスが出来上がって、八代さんの事務所の方に行って、ドレスを受け取ったんですけれども。ありがとうございます。メイジー、こんにちは。これすごい。八代さんが書いたんですそうそうそう。私書いてシンプルに作った、あえて今度は。いいと思いすます。ごく私がキラキラいつもしてるので、明治はシンプルがちょっと似合うかなと思っ素敵。色もいいですて。色いいでしね。ょ。ほら。どう？素ああ素敵。敵。あ素敵だ。どう？す素敵素敵。ほら。ごい可愛いいでしょ。こんな感じ。嬉しはい、こい。れどうぞ来てくだこれさ着て八代さんと歌いたい。い。本当だね。どっかでジュリンとするか、やりたいです。コラボするか。曲を書いていただくっていう ことになって、うもうん。なんか本当に嬉しいですね。時のその仮歌を聴かせていただいて、もうそれで感動しちゃって、もう歌詞とかも見ないで、もう本当にフラットな状態で、もうなんか自分の中でストーリーがもう出来上がってて、聴いた瞬間にすっごい泣いて、こんなに初めて聴いた曲で泣いたのって初めてで、今思い出しても泣ける。いやでもなんかすそうごいうふうにく、ね、感じてもらえたって知らなかそう、いっやた本当私。になんかやっぱお母さんと娘っていうその設定、もうすぐ30になりますけど、お母さんも560超えて、やっぱり少しずつね、体もこう壊していくようになってるし、なんかそうなるたびにやっぱりね、いつ何が本当に起こるか分かんない、ないと思うけれども、ないと願ってるけど、でも本当に言える時にその感謝の気持ちっていうのを言わないといけないなと思うし、親孝行もしなきゃいけないしっていう、今すごいそういう気持ちがなんか芽生えてきてる。2人ともアンジーもメイジェも本当にこう、以前から私非常にこの大好きなシンガーだしね、こうして一緒にこうやれるっていうことを若者がすごく喜んでくれてて、私のこの声と合うのかなっていうのはちょっとありましたけど、私もトライしました。すごく今回トライして、とてもねいい作品だと思います。私も嬉しかったです。はい、で今回またこうしたね、アンジーの歌、でアンジーがお母さんの気持ち、ヤシオさんお母さんの気持ちで作りましたって言ってたから、もうメイジェイがね前にレコーディングした以前この歌の「カンパケ」っていうのをすごくうまかった、すごく素敵で、もう完璧だったの。今日一緒に歌った時にはもう子供になってたの、メイジェイが。かわいい子供ね、帰って飲んでてね、ママ住んでたのって感じだったの。そう、明治だから私思わず歌ってる明治を覗きましたね。あれって思って、それぐらいやっぱりこう一緒にやるってことはやっぱ雰囲気って出るんですね。希望色のブーケを手に取って、さあ手に取って明日涙を隠してもか。明日名前が変わっても二人の絆